2010年長崎県知事選挙は、2010年2月21日に、投開票が行われた長崎県知事を選出するための選挙。現職の金子源次郎の人気満了に伴う知事選挙。現職の金子は、前年9月には、県議会の答弁の中で4選出馬に、大いに出馬に意欲を見せ、出馬はほぼ間違いないとされていた。 しかし、11月に入り、金子が、自ら取り組んだ仕事に、一定の道筋がついたとして、四千府出馬を、表明した。金子に出馬を望んでいた、自民党県連や、すでに候補者選考を進めている、民主党県連などからは、驚きの声が上がった。金子の出馬がなくなり、自民党県連は一度、民主党との相乗り候補の擁立も視野に入れていたが、断られ、 候補者選考を急いだ。その中で、藤井県、中村報道両長崎県副知事の名前が、県連内から上がり、調整を行った。このうち、藤井は、国交省の出身で、国交省に戻る必要があると述べ、自民党県連は中村に出馬要請を行い、本人も承諾。中村が知事選に名乗りを上げた。自民党県連の相乗り要請を断り、 独自候補擁立を目指す民主党県連は推薦届の提出を受けた数名の候補者などと接触を行った結果農水省官僚の橋本強氏を最終的に擁立したしかし自民党などからは衆院選で脱官僚を掲げた党がなぜ官僚の橋本を擁立したのかという疑問の声が漏れたなお橋本は民主党県連には 推薦願いを出してはおらず、推薦届を出した候補からは、恨み節とも取れる発言もあった。ここに、同県出身のプロレスラー、元参議院議員で、抜群の知名度を誇る大仁田厚氏民主権連に、推薦願いを出していたうちの一人で、県議会議員の大淵玲子、共産党推薦で前共産党県委員長の深町隆夫が、 それぞれ無所属での立候補を表明。さらに、告示直前には、諫早市の会社役員の山田正彦、元会社員の松下光之も立候補を表明し、最終的に過去最多の7人による選挙戦となった。このほか民主権連に推薦願いを出し、いち早く出馬を表明していた全ルーマニア大使の東義信と、同じく民主権連に、 推薦願いを出していた県議会議員の小平本は最終的に出馬を断念し、両者は橋本の支援を表明。党内分裂は回避された。各党の対応は共産党が深町を推薦。自民党県連と公明党県本部が中村を全面支援。政権与党となった民主党と連立を組む国民新党、社民党が橋本を推薦した。 このほか、連合長崎は、橋本の推薦を決定している。一票が、明日の県政地むら7名へ、届け出順。農林水産業、地場産業の活性化、観光振興地方文献の推進、県民と対話する県政の推進九州新幹線の、早期整備事業仕分けによる無駄の排除県民一人、あたりの所得の全国30位以内の実現だ。 税金の無駄遣いをなくす九州新幹線の整備、意識ダム建設計画、県庁の移転の中止、酒屋湾干拓事業の中止、開門国民健康保険税の1万円、引き下げ中学生までの医療費の無料化価格保障、所得保障で農林水産業の振興を図る他人の痛みに、敏感な県政を目指す長崎県を観光立県に、する、東アジア各国との交流の、 促進九州新幹線の早期開通地域ネットワークづくりの推進他、九州新幹線建設、県庁移転、意識ダム建設などの公共事業の早期中止地場産業の振興強化と雇用の拡大を図る、養老共生社会の構築。県予算の総県直した知事自らの退職金、全額放棄と給与の30%カット地場。 中小企業の支援権産品など、長崎県を PR する宣伝マンとなり1000億円の経済効果を生み出す、観光立県長崎の復活九州新幹線の建設凍結、県庁移転の再度の議論を年寄りや女性、子供に優しい県政を目指すた刑務所をなくす、タバコ税を県独自にに上げ、税収で高齢者の福祉施設を建設長崎を、 世界一有名にする他県民の生命と財産を守り弱者救済型の県政を目指す県内の高速道路バイパス道路の料金の全面無料化県内全域をカ事の特区とする多角候補の得票率投票率は60.08%で前回2006年の52.27%を上回り投票率は1998年以来の60%台と なった。当日の有権者数は117万4280人で、投票者数は70万5465人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協宅金没収外境は以下のようになった。協宅金来のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。 赤配率は未発表のため暫定計算とした。結果は自民党と公明党が実質支援を行った中村は37年間の県での行政経験をもとにした即戦力をアピール。民主党などが推薦した橋本やプロレスラーの大にたらを抑え、与野党対決を制止初当選を果たした。橋本は若さと県政刷新を訴え、 民主党などの政権与党の推薦を受けて選挙戦を展開したが及ばず。抜群の知名度を誇る大仁田は草の根選挙を徹底。排水の陣で臨んだが得票率3位止まりであった。共産党推薦の深町や無所属で県議の押し淵などは全県への支持が広がらなかった。ありがとうございます。